お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、竹下君、ちょっと喫煙所までいいかな。あ、はい、わかりました。テク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 、ぐちゃ、閉めて。あ、はい、ぐちゃ。どう、最近曲の方は。あ、書いてます。はい、ん、書いてるの。あ、はい、書いてます。あ、一向にデモが送られてこないんだけど、どういうわけかな。あ、それがですね、ちょっと、なんていうかですね、ちょっと何、ちょっと滞っておりまして。はい、はい。あ、そう、まあいいんだけどね。どうなの、横浜の方は。なんか楽しそうに行ってるみたいだけど。まあそうですね、割と、周りの講師の先生なんかによくしていただいて、すごく、充実した毎日を過ごしてます。はい。君さ、多分なんだけど、他の講師の先生に嫌われてるよ。え？そうなんですか。うん、多分ね。だって君めんどくさいもん。え、僕ってめんどくさいですか。めんどくさいね。僕もめんどくさいなと思うもん、君のこと。そうなんですか。どうせ君のことだからさ、ウェイティングルームにさ、譜面広げてさ、ああでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもないってやってるでしょ。なんでわかるんですか。わかるよ。だってさ、黒澤明さんのレッスンルームのさ、ソファーの上にもさ、譜面広げてさ、ああでもない、こうでもないってやってるじゃん。なんで知ってるんですか。いや、それ見りゃわかるし、話にも聞くよ。そうですか。まあさ、僕の方からさ、社長の方には言っとくからさ、まあ横浜の方もほどほどにしてた方がいいと思うよ。そうなんですか。そうだよ。まあ、いつ君クビになってもおかしくない状況だと思うよ。そうなんですか。だって君めんどくさいもん。そうなんですか。そうだよ。だって相手にしてくれるの僕ぐらいでしょ。そうですね。頼むよ、しっかり曲書いて、曲書いて、ちゃんと自分の納得のいく曲書いて、でちゃんとデモ送って。いつまでだっても全然進まないよ。はい、わかりました。頼むよ、頼むよ。社長の方から僕の方から言っとくからね、もうちょっと待ってくださいって言っとくから。あ、はい、わかりました。ちゃんと曲書くんだよ。わかった。あ、はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくされるの分かったから、ちゃんとやることやるんだよ。はい、わかりました。はい、今回もこっちがないけど、まあしょうがないね。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。失礼します。じゃあ、まあ適当にやっといて。適当に。あ、適当でいいんですね。適当じゃないよ、ちゃんと曲書くんだよ。あ、はい、わかりました。失礼します。